8ンチ CD。8ンチ CD はコンパクトディスクのサイズの規格の一つ。通常 CD の直径1 2トルに対し直径が8トルの小型 CD である。内周8トルにデジタル音声、外周4トルにアナログ映像を記録した CD ビデオという規格があった。この内周部分のみを 単一のオーディオディスクとしたのが8センチ CD である。1988年、イギリス、日本、アメリカ、フランス、ドイツ、香港で発売された8。8センチメートル CD、8CMCD とも書かれる。欧米、特にアメリカでは3インチ CD、略して CD3 とも呼ばれる。それに対し通常の CD は5インチ CD、CD5。 ミニ CD とも呼ばれるが、そう呼びうるものには他に 8cm、12cm のビジネスカード CD、直径 6cm の 6cmCD もある。記録方式の規格とは直行的で、音楽 CD の場合は 12cm 音楽 CD と同じく、レッドブック、CD r o m の場合は 12cmCD r o m と同じく、イエローブックに準拠している。音楽 CD の場合、 パッケージには通常のディスク等の記録方式のロゴに加えて CD のロゴが加わる。ただしディスク本体には特別な表記はない。直径 8cm というサイズは小型コーディスクの一つのデファクトスタンダードとなり、ミニードベド、アベッチド、ニンテンドーのゲーム機、ニンテンドーゲームキューブメディアにも採用された。メガバイト数は モード1の CD r o m でのものである。音楽ディスクとしてはこれよりやや多い。8cmCD の記録方式は 12cmCD と同じだが、対応プレイヤーでないと、物理的に装填ができない。記録方式は同じなので、ドーナツ型の外周アダプタをつけて 12cmCD と同じサイズにすれ、非対応プレイヤーでも再生できる。 1988年以降に製造されたほとんどのプレイヤーは対応しているが、それ以前に製造されたスロットイン方式、スロットローディング方式や垂直トレイ方式、トレイローディング方式に非対応レイヤーが多い。有名な非対応プレイヤーとして、プレイステーションに縦置き状態で7万などは縦置き、横置き関係なく再生可能がある。トレイ方式でも、 トレイ中央に CD を固定するためのノッチが設けられているプレイヤーであれば、縦置きでも再生可能である。なお、少数だが8センチ CD 専用プレイヤーも存在する。多くの音楽 CD 用アダプタは当倍速での動作しか保証しておらず、CD ロムドライブでの高速回転での使用は自己責任となることがある。実際に利用すると不安定そうな回転音も発生する。 カーオーディオの CD プレイヤーでは8センチ、CD 対応プレイヤーでアダプターを取り付けると、レンズ等の故障の原因となる。かつては8センチ CD 対応が当たり前であったが、近年では安価な機種や、自動車メーカー純正品になると非対応となるものも、少なくない。カーナビフェーションでは対応という場合も多かったが2010年に、入ると、カーナビでも、非対応となっていった。 フロアなどに固定して使う CD チェンジャー利用時の場合には確実にそのままでは挿入できないため別売りの8センチオトレイを購入する必要があったが現実には購入が簡単なアダプタが使用される場合が多かった 8CMCD については当初から CD プレイヤーの性能及び適応性が問題視されていた登場した当時は8センチメートルサイズの CD に 完全対応しているプレイヤーはまだ少なかった。このため、8CMCD 非対応のプレイヤーではそのままでは、8CMCD を演奏させることができず、故障の原因になることも少なくなかった。特に、カーオーディオなどに多いスロットイン方式、吸い込み方式のプレイヤーでは、8CMCD がプレイヤーに吸い込まれたまま取り出せなくなるなどのトラブルが多発した。 このためオーディオや電業界は CD プレイヤーを 12cm と 8cm の両対応にする必要に迫られた。トレイ式のプレイヤーではトレイに段差を設け 8CMCD を再起けするオーブを設けることで対応した。そのためスロットインと比するとコストがかかるほどの技術ではないため 8cm 対応トレイはスタダードな機構として定着している。また、 8CMCD 非対応の CD プレイヤーに対しては専用アダプターを 8CMCD の外周に取り付けて 12CMCD と同じ大きさに調整することで再生を可能にした。プレイヤーの中にはアナログレコードのプレイヤーのように真ん中にスピンドルを設けてそこに CD を取り付けて回転させるようにし、 トレーを省いたものも、主に CD ラジカセやゲーム機を中心に出回った。この方式では、CD の大きさに関係なく、CD を取り付けるだけで再生が可能となる。また、ソニーから 8CMCD サイズの、ポータブル CD プレイヤー、ディスクマホン、CD ウォークマンシナバン、D-82D-88、前者は 8CMCD 専用。 後者は 12CMCD を外側にはみ出させて取り付ける形で再生可能も発売されたが当時は 8CMCD シングルの楽曲をまとめてカセットテープに録音して聴くのが主流でありプレイヤーもやや高価であったためあまり普及しなかった音楽 CD としてはかつてはシングルによく使われ日本では1990年代に多くのシェアを誇った 1>, 1対2のパッケージ特性から、ソロ歌手の全身ショット、逆に、グループの横並びショットも見られた。シングルには3曲程度しか収録しないため、アルバムと比較して、ディスク系を小さくできた。しかし、欧米では1990年代初頭、日本では1990年代後半以降、マキシシングルにとって変わられ、市場から徐々に姿を消していった。 2010年代現在は 8CMCD で新曲が発表されることはほとんどない。日本では CD バブルと言われた1990年から1999年の期間で大量流通した過渡的な製品であったと言える。日本で 8CMCD が衰退した主な要因としてはということが考えられている。これに加え前述のカーオーディオでの利用時の不便さ。 コンパクトに収納しづらい縦長形状のケース。さらに 8CMCD シングルは、基本的にすべて紙ジャケット、8CMD 用のプラスチックトレイに、厚手の紙ジャケットを貼り付けただけ仕様であるがゆえに、日常の扱いで痛みやすく、長期にわたり良好な状態を保つには、別途に専用のプラケースを購入する必要があるなどの、消費者側の立場の問題もあった。なお、 マキシシングルへの移行期には 12CMCD 用の薄型ケースとジャケットに 8CMCD を入れる形で発売された例もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。